ビーブリ様が今トイレをしてるのよ。もう外からうるさいな。ビーブリー、ビーブリはトイレが長すぎる。ゆっくりトイレぐらいさせてよ。お腹うるさいな、キュアホイップったら。あー、すっきりした。世界で一番美しいビブリ様、今日もとっても可愛いね。あら、ちょっとこの髪の毛が気に入らないわ。ビブリはトイレが長すぎるわよ。櫛で溶かして。何よ、今髪の毛を溶かしているのよ、うるさいな。トイレは別のところを使ったらいいでしょ。髪の毛のセットも終わった。これで世界で一番美しいビブリ様の完成。さてとさてと、一体何をやってたの。ビブリ様がトイレに入ってたんだよ。何をやってようが関係ないでしょ。ビブリったらいつも自分勝手なんだから。もう私もう嫌。もうビブリにはうんざりだわ。もうトイレ漏れちゃうわ。はあはあ、もう私我慢してたんだから。はあ、すっきりした。もう学校が間に合わなくなっちゃうじゃない。早くしなくちゃ。